おはようございます。ティアット回しまーす。ドラゴンクエストライバルスエースやっていきたいと思います。はい、というわけでね、前回アドベンチャーパート1みたいな感じでちょっとね、ほとんどチュートリアだったんですけど、まあ、今回からようやくね、今なんて言った、コンって言ったね今回からようやくね、まあちゃんとできる感じですね。まあ本格的にやれるっていう感じですかね。で、一応僕アプリ携帯の方にもちょっと入れまして、デッキ作ったりね、裏でやってました。で、ちょっと待っててね。なんでミニアなんだろう、先輩。というか、アドベンチャーの形、なんでいねえんだよさっき確認したろ。アドベンチャーの用のデッキを作ることになるわけですよ。ね、どうやらね、アドベンチャーと対戦では入れれるカードが違ってきて、ちょっとややこしいことになってたんですけど、まあ、ちょっと混乱しました。正直言うと。まあ、とりあえずね、二つとも作ってみました。なんでこいついないんだろう。まあいいや。デッキ確認でこれね、見えるみたいですね。ほら、こんな感じ。ちょっとね、何が何だか分かんないんですよ、この画面。みんなさ、ツイッターで上げてる画面だね、これ結構。見たことあるわ。よく分かんないわ。はい、というわけで。あ、ヨッピーさんログインしてるね。というわけでね、アドベンチャーやっていきたいと思います。一番やってないのはどこだ？まだ毒の周辺から抜けてないね。あ、1-4からまだ抜けてないのか。じゃあまあ、チュートリアルも終わってるんでね。もうやっていきたいと思います。で、これは3回やれば、次のところに進める感じだね。よし、周回になるけど、ちょっと頑張っていこうぜ。はい、というわけでね。あ、前回出てなかったね、ゴースト。よかったよかった。まあ、今回はまず魔法使いでいきます。まあ、でもね、これ、HP が敵5なんすよ。5なんで、そんなに苦戦することないし、これ、しかも今回最初手札変える必要すらないっていう、この、すげえエコロジーじゃん。最初の手札変えなくてもいいとかエコロジーに極まりねえわ。じゃあ行きましょうか。まあ HP5 を削るだけなんで、多分このアドベンチャーモードと相性がいいんだろうな。正直アドベンチャーモードと、なんていうかね、この魔法使いが相性いい感がある。普通のなんかバトルだったら、ちょっと AI バトルっていうのを試したんですけど、出しながらよね。てか、出しながらやれよって話なんで、まあ出しながら適当にやりますけど、AI バトルだと 15? または25だったから、上級は25だったかな。だから25くらい削らないといけないわけで。だからそう考えるとね、HP、お前めっちゃメラ打ってくんな、おい。ゼロだからって使っていいと思うな、なんでもなんでも。そう、だから HP5 を削るだけなんですよ。すげえ楽なんですよね。アドベンチャーと相性が良すぎるんだよな。まあ、笑い袋ちゃん出して、笑い袋でいっか。笑い袋ちゃん出しておいて。はい。まあ、とりあえず、攻撃ゼロなら、まあ、処理しとこうか。まあ、まだいいでしょう。まだメラ使わなくていいね。飛翔のガーゴイルが強いんだよな、こいつ。メラに。いや、モンスター処理しなさいよ。モンスター処理せえや、お前。え、モンスター処理しないの？この野ざらしでいいのかよ、お前は。お前野ざらしにしてていいのかよ、それ。敵ユニットだからダメだな、メドローは、でも。そうか、メドローは敵ユニットか。じゃあ、なんか4が固まってるのがちょっと悲しいとこではありますが、2すらねえよ。まあいいでしょう。これはね、許してほしい。もうティラさんがどんなデッキ組むんだろうと思ってたね、視聴者の方はね、こんなデッキですよ。いやでも割かしちょっとね、正直ちょっとね、全くもって新鮮なわけですよ。エースライバルズになってもやることなかったからさ、新鮮なんだよね。だから、それを考えるとさ、ちょっと待って、これひどくない？どういうチーム組んでくれるんだろうっていう、見てくれる方もいたんじゃないかというね、はい、勝手な思い込みでございますが。まあ、スラリンがとにかくアドベンチャーでこいつは強すぎるんだよな。2、3で1コストとか強すぎるよね、これ。スライムです。スライムいっぱい出すね。やっぱり。まあ、でも、ウォールはできてないから、あれ？あれ？あ、でもこれ1か。はい、よかった。まさかもうこのゲーム終わるんかな。まさかこのゲームもう終わるのではって一瞬思っちゃったよ。突然として相手がやることなくなってくんね。15以下。15以下ですね。嘆きムーン、15以下やば、そういや。HP。じゃあ嘆きムーンちゃん行ってこい。まさかの嘆きムーン、デフォルトで、うわ、強いよ、お前 !55 って、お前最強ユニット爆弾しもうとるやん。アドベンチャーモードは、なんか HP がね、なんかね、普通のバトルだと25くらいだったんですよ。確か。普通のバトルだとなんかどうなんだろう。なんかみんな25なのかな ?25 でアドベンチャー15なんで、まあ、嘆きムーンが強いんですよね。
アドベンチャーモードができたことじゃん。で、ちょっとね、これね、違和感があるのがね、こうやって、どっちかといえば、何もせえへんのかい。ビートダウンをこうやって仕掛けてるわけですよ、僕。ビートダウンしても、相手側にメリットが発生しないのがいいよな。デュエルマスターズだったらビートダウンしていくとシールドでさ、どんどん手札増えていくじゃん、向こうの。それがデメリットだったんだけど、そういう心配がないのがいいな。お、グレイグ、ちょっと出てくるお前。せっかくだから、ちょっとグレイグ呼んだろ。おい。ん？あ、曲変わった。あ、曲変わるんだ。あ、そういう仕様あったんだ。池の激務 5! いや、ちょっとひどいひどいひどい。ちょっと。グレイグ何度目出てきたん？さあ、1の5、ボスドラゴン。お、来たボス。いや、これ強いんかな、どうなんだろう。ドラゴンはとっても強そうね。今くと勇者の特別な力を使うんだ。あれ、何？チュートリアルまた始まんの？強敵のバトルはステージ特攻カード。あ、そんなあるんだ。あー、まあそうだよね。こういう一人プレイでは結構ありがちですよね。特攻。なるほどね。特攻は？あ、これ、ゴーレムだね。ゴーレムを入れると強くなるってわけか。でもゴーレム？いや、俺ゴーレム使う気ないな。ごめんね。俺は今のね、この二つのチュートリアとよくわかんねえチーム使うからよ。俺は勝つ！いや、これマジか、割りかし大丈夫か？ここに積む説あるぞ。俺レベルだったら。あ！やっと洞窟の最新部に着いたね。この奥に誰かいるみたいだよ。あ、あなた方は。漫画帳で進んでいくんだね。わあ、お姫様がいるよ。ああ！ローラ姫。俺の知ってるローラ姫じゃねえな。俺の知ってるローラ姫ちょっと右に出しとくわ。なんか、もっとね、俺知ってるローラ姫の方が美く、可愛いんだよな。ドラゴン！いや、こんな顔やったん、お前。もっとなんか穏やかだったじゃん。我が眠りを妨げ。お前、タクトでそんな性格じゃなかったじゃん。タクトの性格もっとガサツだったじゃん。それは怒るだろう。うわぁ！いや、これはこれでかっこいい。我がローラを連れず。お前、かっこいいじゃん、お前。お前、かっこいいよ。ドラゴンが現れたー！いや、どんぐらい強いんだろう。待って待って、どんぐらい強いのそれ。HP いくつ ?35! やば !35? いや、難易度急に上がりすぎじゃないか。待って、それは難易度上がりすぎやって。難易度上がりすぎじゃないそれ。35? やばない。35はやばないが。マジ？これ、やばいな。これやばいな。あ、これは、通じるのか俺の戦法は。俺のデッキが通じるか試されてるぞ、今俺。多分。かなり試されてる感あるな。何これ詳細。死亡時正面にいるような時に言ってみたいに。あ、そういう技があるんだ。いや、これは割かしやばい。かなりの手たれですよ、相手。35! ここはさ、5とか4できとんのに、いきなり35で初心者詰ませる気満々やんけ、お前。とりあえず、このデッキは、この魔法使いデッキっていうのは、向こうのリーダーにバシバシ攻撃で当たっていくタイプなんで、このメイジドラキーは、このジドラちゃんは置いといていいかなっていう感があるけど、どうしようかな、魔法の聖水今使って、いや、さすがに今はいいか、もうちょっと待っていいな。いや、なんだなんだ、HP こっち15だぜ、メイだ！あ、ちゃんとワンのやつ出てくんな。あ、待って待って、お前急に強くなってねえか？え？リオプレイヤーの手札の。両プレイヤーの手札の特技、あ、特技カードの、てか、メイド強くない？え、2コストでこんなに強いの？お前。いやー、やばいぞ、これ。敵のカードも強化されてる説あるな、ってことは。1コスト多くなるの嫌だな、メイドを処理しないと。いやー、強いよ、マジで。やばいな。メイドは処理しとくか。メイド処理して、とりあえずはこれで、まあ、コスト面の悩みは解決されてるから、ここでメラゴちゃんを出して、こいつメラゴちゃんなんですけど、あのカード強化でね、ほら、2ダメージは大量になってるんですよ。普段は1ダメージ。普通の対戦は1ダメージなんだけど、強化すると2ダメージになるから、これは強いよ。はい、メラゴと、もうメラプラス1よ、これは。オーケー、いいよ。さあ、攻撃していこう。ようやくこっちも反撃になれる。魔法使いデッキでどんどん行け。35削るかどうかわからんけど、リザードン。テンションアップ。お前何してくんだってか、見れるよね。何してくんだ、こいつ。エモートじゃねえよ。エモートオンにし、エモートはね。炎の息。
縦一列による。うわ強っ、縦一列か。縦一列はやばいな。今、メラゴちゃんこうやって置いたの間違いだったな。あと何ターンかしたら飛んでくんな。とりあえず、エジンピーさんあるんで。あ、この辺りでちょっと。さな、ラリホーリザードマン動けなくして、ハラちゃん。で、テンション上げて、行くぞーみんな攻めろ、ガンガン削れ、ガンガン削って、結構ここは。あ、ファラちゃん忘れてたファラちゃん忘れてたよファラちゃん速攻なのにさ、一旦待ってたよ、あいつ。何してんだまあ、強いの来たな。有機兵。うわぁ、どうしようかな。イオがこれで、放置できないよな。4ダメージだからリザードマンは処理できるけど、もう中盤になってきてるから、強いのに対応できねえんだよな、俺ら。どうしよう、放置してメラミに攻撃するか、リザードマン一回処理するか。さすがにリザードマン処理していいな。リザードマン処理で、メラミしてで3体で一気に攻めよう。いけ、今回はファーラちゃんも攻撃参加忘れられたファーラット。これさ、ファーラットのせい、残り値削れなくて負けたら俺もうどうしようもないよ。また来たこいつ、メーダ嫌い。フェアリードラゴン、あー、ファラちゃんファラちゃんボコボコされとる。待って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 、このウォール崩さないとダメだよ。このウォールを崩さないと、ドラゴンに攻撃できねえんだけど。明治キメラ出しておいて、とりあえず。明治キメラ出して。そうだね、ウォールができてるもんね。スラリンに行ってもらうかな、行ってもらうしかないかな、スラリン。でもどうせ、メーダーいたもん。イオ使っちゃおうが、イオ使って、とりあえず。明治キメラがちょっとだけ攻撃上がるから、これで。いやー、難しいなぁ。ウォールは崩しておきたい。面倒くさいのは、死亡時リーダーテンション1か、お前は。メーダーの方がめんどくさいな、じゃあ。有機兵突破した方がいいか。いや、無理だな。スラリー無理だもんな。それは、スペック的に無理やもんな。あ、やべえ、時間制限ある。一人プレイでも時間制限ある、このゲーム。オッケーオッケー、でもメラゴーストごめんな。メラゴーストごめんな。これでいこう。メラゴ、一人プレイの時間制限あんのかよ。一人プレイぐらい時間制限なくてよくない？あ、ドラゴンキッズかわいい。へぇ、コドランちゃんこのゲームに出演してんだ。あー、こうなるか。自分からテンション、そうなるよな。これテンション使われるな。違う、明治キメラ死んだわ。明治キメラ一瞬でやれたわ。きつくない？これ。やばいなー。手札も少ないし、ツンドラキー20以上って、お前15やっちってんじゃん、俺らの。俺らの HP15 なんだよ、ツンドラキー、お前。なんで自分刺さってねえんだ。手札少ないし。いやー、ここで手札少ないの嫌だなツンドラキー出すわ、ええが。ツンドラキー出してもやで。やばいぞ。やばいぞ、これ。これはやばいぞ。押し切られるぞ、このままじゃ。このままじゃ押し切られる。待って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 、かっこいい、おい、かっこいい待って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 、普通に押し切られんじゃねえか、これターンかかりすぎたよ、やっぱり。あー、もう今ここでメラゾマ出られても、HP だって10しかないんですよ、こっち。もうここ3体いますよ、敵なんだったら。とりあえずイオしといて、ドラキー処理しよう。出ろ、ドラキー処理、ドラキー処理あれ、これきついな、このゲームきついな、このゲームきついな。このゲームきついよ。魔法の壺カード3枚引く。何それ、強欲な壺じゃん。ちょっと強くない、そんな技。あれもなんか、これもう負けますよ。これ多分皆さん、負けると思います。皆さん、負けると思います、これ。これ負けだよ。負けの一手だよ。HP35 はずるくない？ HP35 とかどうすりゃいいんだよ。HP35 はキモすぎだろ。俺みんなのキモと同じところに引っかかってんだろうな。ああ。まだ俺のデッキは負けたわけじゃない。もう一つデッキあんだよ。もう一つ剣士デッキがあんだ、こっちには。そうそう、まだ俺負けてないから。もう一つデッキあるから。ほら、剣士デッキがありますんで、まだ。まだこれがあるから。別にまだ俺は負けたわけじゃない。負け認めてないよ。これが一人プレイのいいとこだな。一人プレイのいいとこ出てんな。いやーでも、
ドラゴンがさ、テンション初めから溜まってるって、これ、テンションスキルが強すぎてさ、ドラゴンのこれ。これ、ドラゴンのテンションスキルが強いじゃん。スラリン置いたところでさ、火炎の息されるで。なんなんこいつ。めちゃくちゃ強いぞ、こいつ。テンションアップして。いや、これ、敵が強くないか。ほら、テンションもう溜まった。もうテンション溜め上がって。とりあえずじゃあ、逆にこれを誘発させるってこともできるから、そうすれば。これは何？耐久値5で不等破。ああ、いいね。守りの祠を出して、カメレオンマン出して、これで火の息でも誘発させとくか。火の息誘発できるでしょ、これで。ドラキー狙い撃ち。火の息だね。どっち？あ、カメレオンマンさよなら。ごめん。ごめん、カメレオンマン。かわいそうに。これはかわいそうだわ。ただでさえこっちの HP 少ないからさ、15だからさ、あんま攻撃できないんだよな。とりあえず、鋼の剣持って、スラリン出して、攻撃しよう。ガンガン攻撃していこう。いや、33はやべえな、こうしてみると。いくらなんでもやばいな、これ。で、タフヤリーダゴン。まあ、ドラキーがこういう感じになる。なるほどね。骸骨兵来たか。あ、どうしようかな。一応ユニットはいい感じに揃ってきてますね。とりあえず出しておくか。いや、でも魔法使いよりいい戦いができてるよ。魔法使いの時よりいい戦いできてる、できてる。ただ、ここで火の息来るかな、そろそろ。もうテンション2だよな。うわ、出た。また出た。あー、もう火の息嫌い。なんだよ、その技。強くない？火の息強くない？あ、建物は焼かれない。あ、建物は焼かれないんだ、これ。これ焼かれないんだ。やられると思ってた、正直、これ。へー、じゃあ、もうこれ次のターンに出せると言えば出せるけどやな。とりあえずプレミアムスライムちゃん出して、出していいね。これ出していいと思う。出すよ。で、剣を求めて、まあ、次のターンはもうなくなるからね、これ使っちゃえば。稲妻の加護使っちゃおう。で、6ダメージ、これ6ダメージ与えるとでかいよ。6ダメージ。いやー、これはドラゴンでやっていいかな。でも、竜騎兵も削りたい感はある。マイナス4。でもまあ、奇跡の剣でいけるから、でも、向こう手札めっちゃあんな、こうしてみると。決めてった方がいいか。いや、これ難しい択だな。結構難しいゲームだな。いっていい。6。さあ、5が、男女踏破しましたんで、何かが出ますね、これで。誰？ゴンズゴンズ、お前もこのゲームで持ったんかい。じゃあ、これは相打ちに持ってっていいな。いやー、きついきついねー。よし、プリムスタイム。さあ、厳しいところになってきましたが。いやー、また、自利品だな。うわ、めっちゃ出てきた。うわ、ゴンズ早っ、もう退場、ゴンズ。きついきついきつい、めっちゃきついやん、めっちゃきついやん、このゲーム。貫通エルやから、これで2体倒せるよね。2体倒せる。でも攻撃結構食らうな。11、このテンションが上がってくな。とりあえずうまいこと処理しながら、倒していこう。うまいこと処理していくしかないな。わー、やばい。そうや。ドラゴンがね、なかなか、ドラゴンが、17、まだ半分あんのかよ。いっぱい出してくんなー。きついなー。マジできついなー。あ、グレイグ連携、3段目はダメだ時。ああ、でも3段階ってことはまだ溜まってない。2段階だ。テンション上げて。まあでも、こんねだもんね。グレイグちょっと出しとくわ。頼むわ、ちょっとグレイグなんかちょっと頑張って、お前。お前唯一で頑張れそうやぞ。頑張れ、お前いけるぞ、グレイグ。
グリゴン、お前は絶対なんかできる。大丈夫や。だから俺は攻める。おら !HP 半分は切った、半分切ったからいけるいける。 HP 半分は切ったけど、きついなぁ。竜の鱗。竜の鱗強い。え、フェアリーの方がおかしくないこいつ。ちょ、待て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 。向こうちゃんとドローソースまであるし。大丈夫かな。グレイグ頑張れ、グレイグ、グレイグ、グレイグ弱いよ、お前、お前よ、お前よ、グレイグよ。とりあえず使っていこう。マイナス4行くしかない。頑張れ、いけるぞ。いや、ワンチャンいける、ワンチャンいけるぞこれ。いけんのかおい。大丈夫か。 HP11。 ちょっと待て、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、待って待って、なんだこれは、なんだこれは。え、なにこれ、え、なにこれ、こっから勝ち筋なに。なんだよこれ、なんずるだろ。 HP30 やこわ。あ、どうすりゃいいのこれ、あんこれどうすりゃいいの。ボール2つなんだけど、ボール2つあります。もうどうしようもないんですけど。いやいや、やることやって、やることやるぞ俺。いけるぞ、いけるいける、なんかいけるに、なんか奇跡起こればいけるに。なんかこっから奇跡起こるか、回避とかさ、回心とかない。このゲーム回避とか回心とかないんすかね。逆転補正とかないんすか。待って待って、頑張れ、いけろ。ああ